ってやろうだろうだ。ちょっと次は挨拶を決めていきます、ね、じゃ次回小池さん的挨拶を決めておいていただいて、はい、太郎さんのこの質問箱のコーナーはいつも今みたいな感じで始まるんですよ。パターンがあるんですか、ね、はい、パターンがある。ちょっと見てるくせに気づけなかったな。ちょっと悔しいですということで今回もちょっと視聴者さんからの質問にお答えいただければ、はい、富村さんどんどん質問していきますので、もう難しい分かんない時もパスって言ってください。はい、はい、お願いします。はい、それではいきます、はい、イコールコンディションの闇について語っていただきたいです。闇、はい、闇、はい、これどういう意味でおっしゃってるんですかね。闇ってあるんですか、イコールコンディション。イコールコンディションだけど実は裏であんなことやってるこんなことやってるみたいなことが起こってんじゃねえかとうがった目で見られてるってことですね。政治的なやつとか、うん、政治的なやつとか、はい、うん、分かりやすく言うとズルしてる、うん、してないみたいな話とか、はい、うん、そういうのはないんですかっていう、はい、あるんでしょ本当はっていう。そうですね、うん、まあ、実は車検員の方にお金を払うといいことがあるかもしれない、うん、ああなるほど。嘘です。毎回お土産をね、はい、うん、持ってって、まあそんなことはないですよね、はい、うん、と思いますけど。はい、皆さん澄んだ心と目でですよね、見ていただければと思います。はい、それにしちゃチームごとの差が大きすぎるだろうというのはやっぱりね、見てる人からすると本当に同じ車なのかしらって思っちゃうぐらい差があると。確かに、うん、イコールコンディションなのに差があるのは何なんだって、それはイコールじゃねえだからだろっていうことなんじゃないですか。だからそれをまあ闇という言い方をされたんだと思うんですけど、そうですね、うん、いや我々はそのイコールにならないように頑張る仕事なんで、うん、はい、ああそういうことね、はい、いつも僕が言ってるレッドブルの車をアルファタオリがもらってもレッドブルと同じ速さにはなりませんよっていうやつと同じ、まあ、うん、そういう感じですよね。まあレッドブルの車を、まあ、マックス・フェルスタッペンとペースが乗っても、あ、それはイコールコンディション。いや、アルファタオリがもらってもイコールコンディションですよ。そのぐらいセットアップによって違ってくるってことですよね。まあ、セットアップもセットアップシートを、うん、じゃあ公開しましたと、うん、でそれをじゃあ他のチームが見てやるじゃないですか、うんうん、同じになんないですか、うん、それはやっぱ車の個体差とか、うん、はいはいはい、あとその測り方とか、はいはいはい、メカニックの組み立て、うん、組み付け方、うん、ボルト1本の締めるトルクとか、うん、そういうところも含めてやっぱ差があるんで、うん、例えば車高何ミリで走ってますって言ってそこ揃えたとしても絶対同じにならないです。同じチームの中の2台でセットアップを揃えても同じにならないんで、うんうん、だからそのセットアップとしてこれがこの数値が正しいみたいなのもないんで、うん、その車に合わせた最適な車とそのコンディションとサーキットとかいろいろ合わせたセットアップを作る、うん、でイコールにしないようにするのが、なるほどなるほど、決して闇でズルがあるわけではないと、はい、はい、思うんですけどね、うん、はい、次に参りましょう。はい、ローソン選手の無線は英語だったと思うのですが、はい、皆さん英語の勉強をされていたのでしょうか、はい、それとも専用のエンジニアをヨーロッパから連れてきているのでしょうか、はいはい、あれだから外国人のドライバーの方がこう喋った音声が Google 翻訳に入って小池さんのところに 今僕は何々ですみたいな、はい、機械音声 AI 音声で入ってきてる。それがいいですね。今年はでも、まあ、担当ドライバーは分かんないですけど、うん、AI っていうイニシャルの人も参加するみたいな。ああそうなるほどね、うんうん、はい、うまいこと今うまいこと見つけましたね。まあ、英語は、うん、正直自分は全然得意じゃなくて、うん、中学高校と、まあ、赤点ばっかりだったんですよ、はい、大学卒業してから、うん、ちょっとイギリスに行かないと F1 のエンジニアになれないなってことに、うん、ようやく気づきまして、はい、英語勉強しようと思って、うん、中学1年生の教科書から大学卒業した後ですよ、うん、はいはい、勉強してやり直して、はい、って感じですね、うん、だからまあ人間やればいつからでも大丈夫です。今年も英語でやられるんですか。そうですね、まあ、英語でやってもいいかなとは思ってますけど、うん、まあ、細かいところはやっぱ日本語の方が伝わるんで、うん、まあ、ハイブリッドでいいのかなっていう気がします、うん、英語ができる人もそんな多くないんで、うん、
まあ、例えば自分のチームだと自分基本的に自分しかできないので、あそう全部英語で全部、そうなんだ、はい、僕なんか意外にできる人多いのかなっていう勝手なイメージ、その SF ぐらいのレーシングチームだと。そうですね、そんなに多くはないんじゃないですか、うん、まあ、でもあのプルシェールの担当、うん、まあ、多分大雪エンジニアがされると思いますけど、うん、まあ、大雪さんはあの英語得意なんで、うん、GT であのペルザランバケット選手とやってますし、はい、うん、まあ、そういうエンジニアもいっぱいいます。去年もあのジムのエンジニアの鹿島エンジニアも、うん、あの彼は英語すごい得意なんで、うん、全然いけますし、うん、あのラウル・ハイマンのエンジニアはあのアメリカから連れてきたエンジニア、あそうなんだ、うん、まあ、チームにいなければそういう人引っ張ってくるっていう、あの先ほどあの質問でもあったんですけど、うん、パターンもあるのかな、うん、まあ、でも外から引っ張ってきてもそれはドライバーとは会話できても結局チームクルーと会話ができなかったら、そうなんですよね、だからそこは結構難しいところで、うんうんうん、まあ、あの英語でやっちゃうと一回そのメカニックとか他のエンジニアとかに伝える日本語を入れないといけないとか、うんうんうん、まあ、通訳しながらちょっとやんなきゃいけないところもあるんで、うん、まあ、そういったところはちょっと難しい差もありますね。うん、じゃあちょっとずつ、じゃあ何年後にはもう全部英語にしようみたいな、こうちょっとずつ英語入れ、でもどっかで何か やるんだったらどっかでやらないと、はい、結局ずっとそのままでいくしかないと。そうですね、まあ、でも日本のカテゴリーが英語でやることはないと思います、ね、今度日本人のドライバーが乗れなくなっちゃうやっぱ世界を目指そうっていう、はい、うん、どうなんですかね、他の国だとやっぱ英語、まあ、F1 はもちろん英語ですけど、うん、じゃあフランス F4 とかは何語でやってるのかって言ったら、うん、多分フランス語でやってると思うんですけど、ね、普通のチームは英語ですか、普通は英語、うん、まあ、ただなんかダブスは一回そのドライバーがフランス語の人が入ってくるとフランス語で会話になりつつあった、はいはいはい、まあ、そこはちょっとしょうがない部分なのかなっていう、うん、なるほどね、はい、続いての質問です。スーパーフォーミュラーでダンパーの共通化の記事を見たのですが、他にも共通化されていないパーツはあるのでしょうか、またダンパーが共通されたことによりチームの格差は縮まるのでしょうか。まあ、でもなんかすごい細かい話をすると、うん、ダンパーは共通なんですけど、うん、ダンパーの中にいるあのバンプラバーっていう、あ、聞いたことある、はい、まあ、あれなんかゴムみたいなんでしょ。そうですね、うん、はい、うん、タイヤがこう上下にストロークすると、うん、ダンパーが伸び縮みするんですけど、はい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 、すごい例えばダウンフォースかかってガッて車体が沈んだ時とか、はい、例えばこういう風に 130R とかでグワーってこう曲がってた時に、うん、力がかかってた先でダンパーがどついちゃうと、はい、ダンパー壊しちゃったりとか、はい、力が強い力がかかってる時はガシッと止めたいみたいな時に、うん、バンプラバーっていうのを入れて、うん、あのダンパーの動きを規制するんですよ、うん、でその部品に関しては、うん、超細かい話なんですけど、うん、あの自由です、はい、なるほど、まあ、自由なんですけど、うん、レギュレーションの一応ルールがあって、はい、そのルールの中で自由っていう、うん、はい、でそこのそのバンプラバー の性能差、はい、個体差によって、はい、ラップタイムには影響があるものなんですか。どれくらいあるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、そこは差がつけられるところなのと、うん、あとダンパーに装着できるスプリング、うん、あのスプリング、はい、まあ、いわゆるバネですね、うん、バネも、フロントはコイルバネじゃなくて、うん、あの棒が入ってて、はいはいはい、モーションバーっていうやつなんですけど、うん、それはダラーラガンの純正部品なので変えられないんですが、うん、まあ、リアに関してはそこは変えられますという。リアはコイルなんですか。はい、コイルが付けられるんで、はいはい、あ、それはルールの範囲の中で自由、はい、だからメーカーをあのどこを使ってもいいですよっていう、はいはいはい、それもじゃあそれによって大きく車の性能が上がるっていうかどうかは分からない。いや本当に細かいところなんで、うん、じゃあそれで1秒も変わりますかって言われると、うん、多分変わらないと思うんですけど、うん、まあでも車のセットアップの幅が変わるんですよね、うん、はい、セットアップがしやすくなったりはするんですか、そのバネで。バネは、うん、あのまあ、どのチームも絶対ついてるんで、うん、ただそのバネ その特性というか、うん、まあ、本当に細かいところですけど、うん、まあ、ちょっと差があるのかなっていうところです、うん、でもそれは、ドライバーの好みにもよるんでしょ。 そのバネがいいか、はい、いいか悪いかというか好きか嫌いかみたいなところに、それはドライバーにも話を聞いて、はい、試したりするんだ、はい、ABC どれが良かったみたいな。そうですね、まあ、それもその先ほどのドライバーのフィードバックにも関わるんですけど、ドライバーが乗りやすかったら速いわけじゃないし、あ、なるほど、乗りにくくても速い場合もあるし、ドライバーの好み合ってなくても結果それが速いっていうパターンもあるので、
ドライバーがじゃあ ABC で A って言ったら、うん、じゃあ A を選びますっていう話にもならないです。ドライバーが A が1番、B が2番、C は全然ダメって言って、データ的に B がいいってなったら B を絶対選びますし、データ的に C が一番いいってなったら、ちょっとドライバーと話して、まあ、どういう他にメリットデメリット総合的に判断してどっちがいいかっていう決めたりもします。はいはいはい。なるほど。奥深いんですね、パーツっていうのはね。はい。まあ、でもほぼ共通ですね。はい。はい。車は、はい。では次の質問に参りましょう。 SF はチームの格差があり下位チームでは勝てないと言われていますが、全体でどのような取り組みをすれば拮抗すると思われますか、はい、ちょっと差が大きいんじゃないかと。あ、もうちょっとそれは簡単ですね、うん、お簡単、はいはい、あの JRP さんが、はい、あの全車を、はい、あの車をセットアップして提供すれば OK です。そしたら差はないんじゃないですか。じゃあ小池さんの仕事なくなっちゃう。僕はクビです。まあでも、うん、ね、各チームにが、うん、まあ、要はその目的としてはシリーズどうなんですか、うん、そのチームとしては拮抗しないように努力してるので、うん、あの自分たちが勝つためにやってるので、まあ、成績で出たいところが早くなりたいと思うのはあるかもしれないけど、うん、早いところが遅くなりたいとは思わないんで、うん、はい、チームとしては希望に逆行することをしてしまってはいるんですけど、拮抗する方法はやっぱその同じところで同じようにメンテナンスして組んで、セットアップも禁止で同じセットアップで走りましょう、うん、まあ、そうなると多分パーツの個体差とかっていう話にもなりますし、結局そのセットアップが合ってるドライバーが速く走れると思う、うん、でセットアップが変えられる理由っていうのは、うん、ドライバーに合わせてセットアップできるっていう面もあるんですよ、うん、だからどうしましょう。小池さんが担当してる車の人たちがごそっと、まあ、ちょっと後ろの方を走ってる車にこうまるっと担当するとその車は速くなるんですか。いや、それは分かんないですね。何事もパッケージなんで、うん、まあ、うまくいってるところは全体的に比較的うまくいってるから、うん、あのうまくいってるなので、うん、どこまでこう持っていけば機能するかっていうとちょっと難しいのは、例えばそのじゃあ成績出してるエンジニアがいて、うん、他のチームに移籍して同じように成績出せるかって言われると出せない、まあ、出せる場合もありますけど、うん、あの難しかったりする場合もあって、うん、そういう場合はあのメカニックとかも一緒に行った方がいいのかとかっていう話にもなりますけど、うん、どこまでがそのチームとしてうまくいってるかっていうのは判断が難しいので、なかなかそう単純な話ではないのかな。なるほどね。こうすれば縮まるみたいなそのフォーマットがあるわけじゃないから、はい、みんな努力はしてるんだけど、はい、うん、でその努力にどうしてもやっぱり差がついちゃうから、それがチーム力の結果としてもちょっと差がついているっていう、うん、まあ、努力だけではないと思いますけど、うん、だからそこに、ね、はい、何かこう縛りを入れることで縮まるっていう、はい、そんな単純な簡単な話ではないよってことでしょ、はい、うん、そういう意味ではお金も結構その財力があるかどうかも関わってると思うんですけど、お金があるチームはまず人をいっぱい雇えるんで、うん、まあ、そこの点では有利ですね、うん、まあ、でもモータースポーツって基本的に、まあ、お金がどうしても絡むというか、うん、お金を集めてくるのもそのチーム能力の一つだと思うんですよ、ね、うん、じゃあその、まあ、今 F1 はバジェットキャップはやってますけど、うん、まあ、やっぱレッドブルーの財力とかはすごいわけじゃないですか、うん、でもそれをやるためにまあ相当の努力をしてスポンサーを集めてきてやってると思うんで、うん、なんかそういうところもチームの差につながってるのかなっていう、なんかその SF というカテゴリーがやっぱり魅力的な ものになって、そこにそこをで働きたいっていう人たちがたくさん集まってくれば、はい、うん、多分拮抗してきますよね。優秀な人たちがまたたくさんそこに集まってくるね。そうですね。まあ、その中で引き抜きとか、あれかもしれないですけど、うん、はい、マイナーだとやっぱりなかなかなり手もいなくて、はい、うん、っていうところでやっぱそこに競争がやっぱり生まれないんで、やっぱ競争がないとその拮抗も生まれないので、はい、うん、なのでじゃあまずはこう SF がやっぱり魅力的になるっていうことが第一歩ということで締めましょうか。はい、ね、はい。はい、続いてまいりましょう。質問です、週末のレース以外は何をしているのでしょうか。例えば F1 だとグランプリの日程も詰まっているので、なんかいろいろやってると思うのですが、はい、スーパーフォーミュラーだとどんな業務を行っているのでしょうか。まあまあ
レース の間が F1 よりも長いんで、はい、皆さん何をなされてるんですか、なんかしてるんですかそもそもっていう、あの自分の感覚なんですけど、うん、レース そのサーキットで働いて生み出せる差っていうのは、まあ、全体の1割にもないと思ってて、うん、まあ、基本的にはその事前準備がどれだけできるかってところが個人的な感覚ですけど、そのレース そのパフォーマンスの差につながってるかなっていうふうには思ってます、うん、なので、まあ、例えばその次のレースが例えば鈴鹿だとすると、その鈴鹿に向けたセットアップの考案、うん、でそれに対して何を、準備していくかとか、まあ、テストアイテム何を持っていくかとかっていうのを、まあ、基本的にはその1ヶ月かけて、まあ、大体インターバルが1ヶ月なんでやるんですけど、まあ、それをやるためには前のレースとかテストでの振り返りが必要になってくるんで、まあ、イメージ的には振り返り2週間次に向けたセットアップの考案とか準備の2週間っていう感覚ですかね、うん、はい、まあ、その間にもスーパー GT のレースとか、うん、他のイベントが入ってきたりもするんで、うん、まあ、割とその1ヶ月間丸々空いてるわけじゃなくて、うん、まあ、GT とか入ってくるとインターバルが2週間ずつとかっていう感覚になってくるので、うん、はい、なんかその日本の独特の文化というか、はい、うん、スーパーフォーミュラがあって、はい、スーパー GT があって、はい、まあ、中にはスーパー耐久もあって、はい、みたいな違うカテゴリーをぐるぐる、まあ、ドライバーも含めて、ね、はい、回っちゃってるっていう状況がありますけど、まあ、1年間の中でそのスーパーフォーミュラならスーパーフォーミュラに集中してそこだけ、そこで勝つためだけにうわーっと、はい、うん、そこを追い込むってことはできないわけじゃないですか、掛け持ちだから。例えば自分2022年はスーパー GT は3、うん、1年間お休みもらったんで、あ、そうなんだ、はい、SF だけ集中して自分がちょうどトラックエンジニア、まあ、チームエンジニアとしてデビューした年だったんで、うん、まあ、そこも組んでもらって1年間 SF だけ集中っていう形ですし、基本的にそのメカニックも掛け持ちしてる人は多いんですけど、うん、まあ、最近そのチーフメカニックはもう専属で一カテゴリーだけとかっていう、うん、まあ、結構主流になってきてるのかなっていう気がするんで、うん、全員が全員に2カテゴリーっていうわけじゃなくて、うん、まあ、主要なメンバーは一カテゴリーとか、うん、でもそういう一カテゴリーになりつつあるっていうのはやっぱりその方がいいっていうことなんでしょ。そうですね、間違いなく、はい、うん、結局例えば、うん、冬の開幕前のテストとかって、うん、もう毎週のように SF、はいはい、GT、うん、まあ、テストがあったりするんですよ、うん、例えば今年なんかも本当にもう2ヶ月ぐらい連続で毎週イベントがあるので、はいはい、そういう風になってくるともう次 のテストを振り返る時間もなければ、うん、その準備だけで精一杯みたいな、うん、それって本来 そのテストとしての役割をなしないと思うんで、うん、まあ、個人的にはやっぱり1ヶ月あれば十分時間が取れるなっていう、最低でも2週間はインターバルしまっていう、なるほど、はい、うん、はい、振り返り1週間の準備1週間、うん、振り返りっていうのはデータの分析とかをやるデータの分析して、まあ、良かったところ悪かったところを振り返って次のイベントに対して、まあ、サーキットが変わったりするんで、アジャストも含めて評価してるところですね。なるほど。それはレースエンジニアだけじゃなくてデータエンジニア、パフォーマンスエンジニア、あ、そうですね、役割分担しながら、はい、一人でできる作業量は限られてるんで、うん、まあ、時間も限られてる中でやんなきゃいけないんで、まあ、自分 一緒にやってるメンバーでいうと基本的にまとめ作業はデータエンジニアが担当して、うん、そこからの分析はパフォーマンスと、まあ、チーフと2人でやるという感じですね。なるほどね、はい、はい、ありがとうございます、まあ、あと、ね、このご時世休まないといけないので、うん、はい、休みもその間に取れると、はい、はい、はい、ということでね、今回もたくさん質問お答えいただきましたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また、次回、はいはい、まあ、もう少し質問残ってますんで、はい、はい、お付き合いいただければと思います。皆さんありがとうございます。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。